トラマン80ウルトラマン80 He came to us from the star遠くの星から来た男が愛と勇気を教えてくれるウルトラマン80ウルトラマン怪獣が出現したのは中国東北部。南下して先週には朝鮮半島に至った。相当な被害ですね。すごいな。この写真で何か気がつくことはないか。石油タンクが。そうだ。風船がしぼむような形で仕上げている。外部の力じゃなく、内部は突然真空になって壊れたというふうな。うん。怪獣は大暴れしておいて不意に消える。そしてどういうふうに移動したのか全くわからないまま次の場所に現れている。石油タンクは何か関係ありそうですね。うん。日本に怪獣が現れたらまずその付近をシルバーガールアルファベータでレーザーバリゲードを張る。はい。怪獣の背後からスカイハイヤーがミサイル攻撃。うん、なるほど。京子先生はスポーツだけじゃなく素晴らしい音楽家でもあるんですね。うーん、素晴らしい、はあ、あなたたちもう終わったんでしょ。はい、はい、じゃあ早くお帰りなさい。はい。相原先生、あのお昼休みのお話考えてくださったね。結婚相手の人は最高よ。はい、あ、でもソルボンヌ大学の助教授、我が野崎一族の誇る人物です。おいおいおい、保証します。人柄も将来性も、はあ、彼が言うにはお嫁さんはやっぱり日本人がいい。1ヶ月休暇で日本に帰る間にぜひ探したい。そこで私は旗と膝を打ちました。相原先生、あなたです。あなたこそがソルボンヌ大学助教授にふさわしいお嫁さんなのです。あの落ち着きなさい、落ち着きなさい。はい。聞いたか？聞いた聞いた。ねえねえ、何聞いたの？まあそう急がなくったって。フランス？まだ若いことだし、そういう話はこれからもどんどん。と言ってるうちに婚期を逃すんです。うわあ、教頭先生にもご縁談があったんですか？何？じゃあなたは私に今まで縁談がなかったっていうの？うん、失礼な。いえ、その。何ですか用事は？あ、教頭先生にお電話です。すぐ行きます。はい。フランス素敵ですよね。アランドロン、ジュテン、セッシボン。何がセッシボン？相原先生、はい、とにかくあちらのお部屋でお話しいたしましょうね。さ、さシャンゼリゼ通り、セーヌ川のほとり、そこに初々しい日本の花嫁、相原先生の花嫁姿が目に浮かびますわ、ね、あの近日中に日本に帰ってまいりますからぜひ会ってやってくださいまし。お願いします、ね、おい、大和先生はやっぱり京子先生が好きなんだ。当たって砕けろ。あ、校長先生。正正堂々と勝負。はあ。何もしないで後悔するくらいならダメで、もともとそういう覚悟でアタックした方がいいんじゃないかね。ええ。大和先生ってあれで案外内気なのよね。いつまでたっても何も言えなくてさ。そのうち京子先生はフランスに。我々が一肌脱がなきゃならないね。どうしたんだよ。
どこ行くんだ。いいから早く来てください。先生、早く。先生、早く。あなた方一体どうしたの。早く行きましょう、先生。ね、ちょっと。ほら、先生。先生、明日の日曜日デートしてくれませんか。お前、喜んで。ちょっと、やったやったやった。明日の日曜日デートしてくれませんか。喜んで。先生早く。よう。わあ、素敵。決まってる。すごいな。かっこいい。そうか。世話が焼けるんだから。行きましょう先生。うん、しまった、部屋に置いてきまった。九州に緊急出動なのよ。え、先生誰。 UGM の人じゃないか。違うよ、制服着てないもん。いや、この人はな。早く、その早く。たけしが UGM の隊員であることは生徒たちには秘密だった。ごめん、裏切り者。プレイボーイ京子先生の方がよっぽど美人じゃないの。ファッション、そういうこと言っちゃいけないよ。あら、こんにちは。大和先生ってズボラだし、趣味も悪いし、一つもいいとこないよな。腐ったかぼちゃだよ。それは言い過ぎだ。だけど、よくないです。どうしてそんな悪口言うの。とってもいい先生じゃない。一体どうしたの。元気出しなさい。ワード作戦開始。了解。よし、行くぞ。了解。わっ、しゃ。今ウルトラマン80に変身できたら、そうすれば怪獣を倒すことができる。しかし人々の前で変身するとたけしは地球を去らねばならないのだ。あ、京子先生、昨日は。おはようございます。昨日は本当にすみませんでした。昨日約束破っちゃって。そんなこと全然気にしてませんわ。え、みんなと一緒にアイスクリームを食べに行ったり、とっても楽しい一日でした。ああ、じゃあ今度の日曜日ぜひ。そうですね。大和先生。よう。デート楽しかった。綺麗な人だもんね。京子先生より若いしさ。ごめん。僕たちはいいけど、京子先生はショックだったんじゃないんですか。いや、京子先生なら大丈夫。
ニコニコ笑ってたんですよ。うん、だからダメなんですよ。女の気持ちが全然分かってないのよね。ああ、私もう恋なんてできない。男のいい加減さを見てしまったもの。はあ、先生、女の子を傷つけちゃいけないよ。怪獣は九州に次いで東海オイル基地に出現した。石油を吸い取りエネルギーを吸収した怪獣は破壊本能に目覚め、石油タンクを次々と破壊した。出動した時にはすでに遅かった。怪獣が出現した地点の地下100メートルの赤外線写真だ。あの線は一体？キノコの菌糸のようなものだろう。潰れた石油タンクの下に伸びている。キノコは木の皮の下や地面に菌糸を這わせてあえる。それと同じようなものだと思われる。やつは地下を移動するのか。そうだ。あ、そうか。地上へ出ては口から、地下では禁止のようなもので石油を吸い取ってたのか。それが奴のエネルギー源だ。キャップ、東京に向かって禁止が伸びています。え、危険地点のパトロールを強化するんだ。はい、はい、前原先生。あ、教頭先生。今電話があって、彼今日フランスから帰ってくるんですって。ねえ、前原先生、悪いけど成田迎えに行ってくださる？あの、これからですか？ええ、堅苦しい紹介よりエアポートの何気ない出会い、はあ、ロマンチックじゃありません？でも私、掃除が残ってますし。お掃除が何ですか？大和先生、ちょっと、ちょっと。あ、何ですか？何かご用ですか？相原先生に代わって、あなたお掃除を。あ、ね、でも、いいんです。相原先生はこれから成田に行かなきゃならないから。成田に？危険ですよ。何が？ UGM から怪獣が出るかもしれないって警報が出ています。どこに出るかわからないんでしょ。男のやきもちはみっともないですよ。怪獣で脅かしたりして。さあ、京子先生、参りましょうね。さあさあ、あ、あ、ね、なんだかかわいそうみたい。母性本能をかきたてられちゃうのよね。やっぱり僕たちが乗り出さなきゃダメなんじゃないかな。よし、よし。はい、こちらヤマト。ヤマト隊員、緊急事態発生よ。例の禁止が東京の地下を通過して成田空港に向かっています。成田に？やっぱり。あ、いた。あ、お、ボンジュー京子さん。いや、一目見てわかりました。おば様の言う通り、あなたは美しい、素晴らしい、トレビアン。あれ、あの山岡さんですか？相原です。 あなたが京子さん？はい。いや、聞きしに勝る美人だ。パリにもあなたほどの美人は一人もいませんよ。何よ、あの人。いい季節なんです。よし、マロニーの葉が美しい。まもともあなたの美しさにかなうもんなんて全然ありません。ママ、え、僕を置いて結婚なんかせえだよ。あ、ひどいよママ。僕に対して結婚するなんてひどいよ、ひどいよ、ひどいよ。ね、坊や、君小学何年生？え、制服見てくださいよ。僕は中学生です。日本人も早熟になったもんだね。君は中学生で京子さんが23歳。ということは君を10歳ぐらいの時に授かった。しまった。バカ。京子先生は生徒さんに慕われてるんですね。いや、ますます気に入りました。ああ、どうしたの一体？うわあ！
怖いか、どうなってるんですか。AT に変身しなければ人々を救えない。しかし人前で変身するとタケシは地球を去らねばならないのだ。タケシは人目から逃れて変身しようとした。みんなこの建物の中に入るんだ。早くスーパー、早く。先生、逃げはしない。さあ、たけしは困った。子供たちから逃げると思われては、みんなに見られてもいい。ウルトラマン80に変身しようと決心した。たとえ地球から去ることになっても人々を救わなければならないと思ったのだ。みんな元気でな。スーパー、歯を磨けよ。お前虫歯だらけなんだからな。ラクオ、理科もっと勉強しなきゃダメだぞ。博士、クラスのまとめ役頼む。パッション、優しさを忘れるな。玉先生、お元気で。大和先生。瞬間は怪獣の吐いた火に隠れて人々の目には見えなかった。
出発。なんだよ、どうしたんだよ。いいからいいから先生。ほら、どうしても気が進まないの。はい、一体どこが気に入らないの。私、恋人ができたんです。相原先生、それは一体誰なんです。ウルトラマンエイティが私の恋人です。みんなを守ろうと必死に戦ったウルトラマンエイティ、使命に命を懸けてる姿に私とっても感動したんです。相原先生、何を言ってるんですか。恋だの結婚だの忘れて教師としての使命に生きよう、そう決心したんです。まあ、相手じゃねえ。勝ち目ねえよな。でもまだ望みはあるわよ先生。一肌でも二肌でも脱ぎますからね。先生頑張ってね。先生、ありがとう、ありがとうな、みんな。誰もが愛する青い星。この星を守るのが我らの使命。何か怪しいものが来る正体不明でやってくる。宇宙からの侵入者、意外にもそれはウルトラマンエイティの幼友達アルマの姿だった。いたずら好きなアルマのペットジャッキー。しかしそのジャッキーがひょんなことから動物園の象と合体し変形怪獣になってしまった。エイティがミクロのサイズで初登場。次回ウルトラマンエイティ宇宙からの訪問者。